を伺う特別情報局員からの報告。報告をしてくれるのはこの方、レイさんです。いらっしゃい。いつ見ても可愛いわね、あんたったら。じゃあ改めてご紹介を。はい、皆さんこんばんは、レイです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか、昨年番組的にはですね、昨年の6月に登場して以来の、はい、ほぼほぼ約1年ぶりの、ご登場だそうでございます。まあ。なんやかんやちょいちょい現場でお会いしたりなんかはしておりますけれども、はい、はい、いつお会いしてもね、ほんの可愛い。そうです ね、 ね、どうしたの、なんか殴りてる誰を殴りてるの。違う。、ね、本日はですね、ニューアルバムの紹介をしてくれるそうでございますので、よろしくお願いします。お願いします。ではでは、まずはですね、レイちゃんのプロフィールというのを見てみたいと思いますよ。はい、こちらです、どうぞ。おー、これは普通な。これは普通な。散歩とネイルってことですもんね。そうです。他にないですかね。そう散歩好きなんですか。はい、最近お散歩にハマっていて。あらあらあら。そうなんです、お天気のいい日は公園とかに遊びに行って、うん、一人で歩いてます。あら、若いのに。え。いや、俺ずいぶん年寄りになってから散歩趣味になったから。ね、はい、なんか東京に出てきてから、うん、お散歩したいなって思うことが増えて。そうなんです。そうなんだ。歩きたくなりました。声かけられたりせえへん、レイちゃんじゃないですか。犬が寄ってくる。犬が寄ってくる。そうなんですよ。なんか特殊な匂いを発してんのかね。犬が寄ってくる匂いしてんのかね。そこになんか大きい犬が寄ってくる。大きい犬が寄ってくるの。そうなんです。なんでだろうね。わかんないです。わかんないけど。だいたいレイちゃんどこ行った。あそこに大型犬が通るから。レイちゃん。よく囲まれるんです。よく囲まれるの。そうなんですよ。割と怖くない。怖い。私結構大きい犬好きなんで、怖くはないんですけど、うん、最初はでもびっくりしましたね。そうだよね、だって大きい犬よりちっちゃいもんね。うわー、そんなことない。ね、大きい犬よりはちっちゃいもの。ちっちゃくない。大きいのが、大きいのがわーってなったらそれよりちっちゃいでしょよ。同じくらい、同じくらい。クラスで背の順に並べって言われたら、ここに大型、ほんとワンとレイと並ぶ感じ。あとジェルネイル。はい、ジェルネイルってどういうことですか。ジェルネイル、自分でネイルをやってるんです。すごい、はい、超かわいい。かわいい、綺麗、ね、はい、頑張りました。あ、ね、当たり前ですけど、ネイルとか全然やらないけど、メイさんこれやっぱご自分でやるっていうのは。いや、めちゃくちゃ上手ですよ。すごい綺麗。ありがとうございます、ね、しかも右も左もどっちも綺麗ですね。ね、はあ、嬉しい。昔からよくやってらっしゃるんですか。はい、いや、実はそんなにやってなくて、うん、昔はたまにその学校とか行ってる間も休みの日とか、うん、夏休みになったらたまにくらいだったんですけど、なんかこうデビューして、はい、なんで笑ったんですか。友達おらへんって言ってたもんなと思って。地元でもあんま友達おらへんから一人で家によくいるって言って出しちゃったなと思って。突っ込んで欲しくないとこだったのよ。今、ほら、みんな、あ、とか。笑顔で処理したじゃないですか。なるほど、ケラケラになったじゃないですか、あなたの暗い過去は。そうです、うん、暗くない。パステルの爪と引き換えに、暗い過去が笑いになったじゃないですか。いいこと。いいこと。ねえ、さあ、ということでございまして、レイさんのことをより知るためにですね、一問一答というのにチャレンジしていただきたいと思います。はい、気になる答えは後で振り返りますので、レイさんポンポンと答えてください。はい、では質問スタート。前回登場してからの1年の間で何か印象に残ってる出来事があったら教えてください。上京してきました。おー、うん、いらっしゃい。好きだった学校行事があったら教えてください。小学校の時の宿泊学習。うん、集めてるものがあったら教えてください。ピアスとラインストーンです。へー、可愛らしい。こんな告白をされてみたいという理想の告白があったら教えてください。放課後に屋上に呼び出されたいです。笑うとこじゃないですよ。はい、弱点があったら教えてください。暑いのが苦手です。あー、なるほど。口癖はありますか。口癖はわからないです。リリース情報を教えてください。はい、セカンドアルバムミルキーレイを6月4日にリリースします。さあ、こちら一言で言うとどんなアルバムですか。はい、天の川みたいにキラキラしたアルバムです。あらあら、
制作秘話をぜひ教えてください、うん、レコーディングのたびにおにぎりの鮭ハラミの食べ比べをしてました。では最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんに一言お願いします。はい、かっこいいレイもクールなレイもいろいろ見れちゃう素敵な一枚が出来上がりました。皆さんチェックしてください。はい、以上です。さあ、この時点では、ね、上京されたということでございますけれども、はい、もう慣れましたか、ね、東京。まあでもちょいちょい出てきたもんね、うん、そうですね、うん、慣れました、うん、あれははーん、さては何があかんねんな。何が怖いの。あの電車が怖いです。でも電車分からへんよね。確かに分かんないです。私も分かんないですもん、今でも。うん、最初はなんかすごい分からんかった気がする。うん、わかんないねえよく迷子になるんです。あら、似合うわ迷子似合うわ。もう嬉しくない。ってなってるの似合う。ちょっとどこ、ここ私原宿に行く、次の乗り換えがみたいな。原宿に行く予定だったのに。どこにいるんだろう、ここ戸越銀座何線乗ってんの。どこ、わからない。何線に乗っていくことしたわからない。なるほどね、まあ、ちょっと電車にはね、はい、でもややこしいですもん、ね、うん、ややこしいですね。ややこしいですもん。しかもなんか出口が途中でなくなるのありません？そうなんですよ。そう、22番、22番、なーいみたいな。っていう。そうなんです。そうありますよ。六本木とか1番2番出口がなくてさ。そう、わかります。3番出口からしか表記がなくて、どこ1番2番出口ってある。うん、そうやで。不親切だ。不親切です。東京不親切です。不親切、うん。そして好きだった学校行事が宿泊学学習、はい、っていうのがあるのかな。はい、学校、小学校の時に1年生から6年生の人がみんな集まって、うん、その中でも学年バラバラでこう、うん、班を作るんですよ、で、その班のみんなで、うん、こうカレーを作ったりしていいゲームしたりとかして、うん、あの学校にあるログハウスとかそういうのに一泊して泊まる授業があった。学校にあるログハウスってあるんですか。学校にログハウスありました。なかったです。俺もログハウスは学校になかったです。北海道だから大らかな表現が。へえ、やりたい。めっちゃ楽しそうですね。そんな兄やと俺も北海道に住みたかった。みんなで夜キャンプファイヤーしてマイムマイム踊るっていう。いいな。そう、あったんですよ。楽しそう。超楽しかったです。集めてるものがピアスとかラインストーンとか、まあ可愛らしい女の子だわね。そうですね。どれぐらい持ってるんですか。いっぱい雑なお答えいただきましたね。数数えたことなかった。1個ずつで数えたら結構、まあ、かなりの数になりますもんね。こんな告白をされてみたいという理想の告白があったら、はい、放課後の屋上に呼び出されるっていうやつですけど、はい、じゃあそれもう今後叶わないやつじゃないですか。本当だ。今後どうしよう。なんか学校入る。脳内でなんとかします。今後なんか辻調理師専門学校なんか入ってそっか、専門学校。いやでもなんでこれが憧れかっていうと、うん、あの屋上って入れないじゃないですか実際。だからそれはなんかこう叶わない夢だけど理想だなみたいな、うん、なんか特別なね、そうね、確かに感じでございますよね。弱点が暑いのが苦手、まあ北海道出身でございますからね、はい。そして、リリース情報でございますが、はい、ミキレイがですね6月の4日に、リリースでございます。はい、一言で言うと、天の川みたいにキラキラしたアルバムだということですが、はい、制作秘話がですね、これがよくわかんない。レコーディングの最中におにぎりの食べ比べ、おにぎりの食べ比べって、はい、何その民話みたいなやつ。あの村の多さと鬼とろ。あの最近おにぎり、あのコンビニに売ってるおにぎりで、はい、鮭ハラミっていうのが各コンビニにあるんですよ。まあ、ありますありますあります。で私鮭が好きで、はい、なんかお魚が好きで、はい、で鮭ハラミって最初見つけた時に食べてすごい美味しかったんですよ。だからあ他のコンビニにもある、あいっぱいある、じゃあ食べ比べしようみたいな。なんかハッピーなレコーディングですね。全部ハッピーな。すごいハッピーです。おうおうおう、はい、トップが自分の中でじゃ あるわけだ。ありますね。ちょっと言えへんけども、ちょっと言えないですけど、はい、どこのあれっていうのがあるわけだ。ありますね。そうなんだね。確かにありそうですね。なんか味の違いというか、ね、結構違います。考えたことなかった。値段もいっぱいあるもんね最近のやつで。すげえ高いやつとかもありますもんね。そうですね。そして、番組見てる聴局員の皆さんにはかっこいいクールな
例も詰まっていますのでということでございますけれども、はい、こちらいろんな曲が入ってますが、あ、そうか、なぎやすのテーマソングも入ってるね。そうなんです、はい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 、セカンドアルバムでございますけども、初回限定版にはいろんなまた特典もついてるんですか。はい、すごく映像がたっぷり入った DVD がついてくるんですけど、うん、ミュージックビデオはもちろん、うん、メイキング映像も入ってて、うん、で、レイの解説音声付きのダンスコレクションも入って いたりとか、あと私のファーストライブの映像が入ってきます。ライブ映像が初めて公開されます。じゃあ曲とか聞きましょうかね。わーわーやってライブ映像が DVD でしっかり入ってるんでしょ。そうなんです、すごいことですよ、はい、今わーわーのリアクションで今消えましたけども結構なことですよ。そうですよ、ね、はい、初めての例のライブ映像が入ってくるということ で振り付け前もありましたもんね、はい、そうなんです、はい、新曲の振り付けが入ってます。はい、はい、ライブ映像もたっぷり楽しめるというこの、はい、初回限定版でございますのでね、では早速ですね、レイさん曲紹介をお願いしたいと思います。じゃあちらに、はい、先週発売になったトラブルダークネスのゲームの主題歌になっています。レイのセカンドアルバムミルキーレイよりヤマじゃない DID キャッチミー。あら、レイニャンたろニャーニャーに囲まれてるじゃないよ。はい、猫ニャンに。もう撮影が超ハッピーでした。楽しそうです、ね、でも足引っ掛けられてたじゃないですか、うん、ちょっとオコなのって見てくれたの。女の戦いなの。負けられないの。負けられないのよ。そう、ということでですね、レイさんにはですね、まだまだお知らせしたいことがあるということで、うん、告知タイムかけてゲームにチャレンジしていただきましょう。題しまして、どっちのレイでしょう。はい、2択のアンケート出題いたします。ユーザーの皆さん、自分が当てはまる方に投票してください。レイさんがどちらの選択肢の方がより多く投票されたか、ズバリ当ててください。1問当たるごとに5秒の告知タイムゲットでございますよ。さあ、それでは早速出題でございます。はい、ババン、どっちのレイちゃんがよりグッとくる。うん、1番、おいしいものを食べて満面の笑みのレイちゃん。じゃあこれ、あちらのカメラに、はい、今自然にニャって言いました。まあナチュラルにニャって言いましたね。さては、うん、これをこちらお願いします。はい、わかりました。はい、1番、はい、どうぞ。おいしい。あら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 、かわいらしい、ね、次、2番、ほっぺたを膨らましたレイちゃん。今日は一緒に遊園地に行く約束だったでしょ。レイさん、レイさん、レイさん、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、ユーザーにアンケートを。そうでした、私じゃなかった、1番の、うん、おいしい、もしくは今日は一緒にイメージに約束だったでしょ、どちらの方が良かったか投票してください、どうぞ。さあねあ、どっちもいいですね、どっちもいいですね、これどっちもいいですね、でもなんかほっぺた膨らませレイちゃんは、うん、それを見たいからわざとちょっとだけ意地悪をしてしまいそうな感じありますよね、男子の方もね。わかります、うん、プンって刺しておいて嘘だよみたいなやつ。なんだってあると思いますけど、わざとだと。さあ、これ自分では選びづらいと思いますけどもね、レイちゃん、ね、自分のどっちの自分の方がよりユーザーの、はい、人気があるのかでございますけどね。はい、投票終了。さあ、決めてしまいましょう。わかりました、はい、じゃあ、鷲崎さんの意見をこう参考にして、はい、2番、はい、2番、ほっぺたを膨らましたレイちゃんということでございますが、結果見てみましょう、うん、どうぞ。おお、圧倒的でした。ダントツ、圧倒的でした。お前ら歪んでんな。まずは5秒獲得でございますよ、うん、続きまして、はい、レイちゃんに告白されるなら、あら、どっちがよりグッとくるでしょう。1番、手で頭の上に猫耳をしながら、こちらお願いします。はい、はい、いきます、はい、付き合ってほしいにゃん。バカですね。この子バカですね。急にね、現れて付き合ってほしいにゃんって言われたら、まあ、レイちゃんだからね、レイちゃんだから全然可愛いですね。可愛いですけどもね、おっかないですよね、急にこれやる。確かに、になります。ね、俺大体40やから、じゃあ適正で言うと、まあ35、6の女の子が付き合ってほしいにゃって来たら、まあちょっと、まあ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 いいです、じゃあ可愛いと思いますけど。
2番、れいちゃんの出身地北海道弁で。北海道弁で、それはいい。北海道弁難しい、難しい、意外と頑張ります。そうなんですよ、よし頑張ります、はい、おめえのことなんまら好きなんだ付き合ってくれこれ今北海道民の人に怒られると思うこのジェネレーションの人で、しかもどっちかというとそこそこ都会の人はもうあんまりないですもんね、方言ってね。なまらがそうですね、うん、ほとんどないですね。そうか、さあどちらが良かったのか、皆さん、投票スタートどっちなの、これわかんないよ。これはどっちかな、一番じゃないですか、わかんないですけども。でも今方言萌えがあるじゃないですか。方言萌えありますよね。ちょっと男っぽかったですけどね。付き合ってくれ付き合ってくれ、付き合ってケロケロ。でもなんかショとか使ってなんかあれできるじゃないですか。あ、本当だ、なんとかしよう。好きって言ったしょみたいな。あ、知ってるしょみたいな。知ってるしょ、ショ好きなんですよ。なんとかしよう、うん、なんとかしよう。確かに使うかな、好きって言ったっしょ、わかんねえや難しいですね。でも大統領終了、はい、さあどっちか決めてしまいましょう。2番のあえての、はい、北海道弁の方でございますね、はい、じゃあ結果見てみましょう、どうぞ。あー残念、あー残念、みんなニャーがいいのか。みんなニャーがいいんですね。ニャーがいいんですね。あ、さあ、あと1個ぐらいかな、あと1個ぐらいかな、はい、あ、れいちゃんに、うん、こらって言われるならどっちがいいでしょう。れいちゃんにこらって言われるならどっちがいいでしょう。年上っぽく、まずは年上っぽくですよ、はい、こちら。難しいよ、難しくない、難しくない、できる子、分かった、頑張って、頑張るいきます。こら、大人をからかわないの。あらあら高校生ぐらいになんて言われたんでしょう ね、 家庭教師なんでしょうね、高校生の家庭教師で。先生、俺より全然低いじゃん、先生、俺より年下に小学生みたいだな、なんつって。こら怒る、うん、大人をからかわないの。それは怒る次、年下っぽく、年下っぽく、はい、こちらお願いします、はい、こら、いつまでも子供扱いしないであれ、いいですね、盤石なやつじゃないですか、ちょっとはい、投票スタート。いいですね、カメラさん、もうこんなアップですかあ、こんな画角ここまで来てますか、そうですか、いいです、僕はもう声だけ入ってればいいですか。いやもう基本的にはもう声だけでいい、僕ほっぺ熱くなってきた。あ、本当にほっぺ熱くなってきたんですね。ちょっと触って確認してあげてください。そんな私恐れ多いですいや、どれぐらい熱かったのか、ちょっとメイさんお願いしますやだ、私も赤くなってきちゃったじゃあレイちゃんどれぐらい赤くなったのか確認してあげてください。あったかくなったのか待って、なにこれ、なにこれ部長にサービスです、ありがとうございます。さあ、ということでございまして年上っぽい子ら、年下っぽい子ら、両方素敵だったんですが、どっちなのか、投票終了。さあ、決めてしまいましょう。表情込みで2番とかかな。でも俺もやっぱり2番ね、だってあの画角に入ってないとこで手グーにしてるんですよなぜそういうこと言うんですかいいところを表現してるじゃないですか。恥ずかしいじゃないですか。なんですか、なんですか俺はレイちゃんの可愛さの伝道者だと思ってるんだからいろんなところに。さあ、1番、はい、お任せとけ、さあ1番2番決めてしまいましょう。じゃあみんなの意見を聞いたので2番ということでございます。結果見てみましょう、どうぞ。ほら見てみー、ほら見てみーです。さあ、ということでございまして、はい、10秒ということでございます。さあ、僕がしっかり測りますのでですね、10秒で告知をお願いします、はい、いきますよ、はい、よい、スタート。6月4日にレイのセカンドアルバムミルキーレイを発売します。天の川みたいにキラキラかっこよかったり可愛かったりするレイが詰まった1枚です。終了それはちょっと僕に権限ないんで、部長に下から見上げるようにお願いしていいですか。鷲崎さん分かってますねちょっと独り占めしたいんで、任せてください。独り占めしていいですか、とりあえず。そうですよ、カメラとか勝手に、はい、撮りたいんだったらハンディで移動してくださいさあ、じゃあ、はい、お願いします。 お願いしてみてくださいもう少しお話しさせてくださいまあ私的にはいいけど今日はやっぱり
局員の皆さんの意見も聞くべきなのかな。ちょっと私には今判断できづらかったわ。あ、なるほど。じゃあ局メイさん、天才の顔じゃないですか。天才の顔じゃないですか。じゃあちょっと、ね、会場の皆さん、そしてご覧の局員の皆さんにも上目遣いでもう少し、告知させてほしいにゃんです。いきますよ、3、2、1、どうぞ。もう少し告知させてほしいにゃん。どうぞ。どうぞどうぞ。このいたずら子猫。恥ずかしいよ。大事な話あるじゃないですか。ありますよ、いっぱいあります、はい、お願いします、お願いします。はい、その6月4日にリリースされるレイのセカンドアルバムなんですけど、あの発売を記念したインストイベントもなんと全国17箇所回らせていただきます。そうなんです、あの私の生まれた北海道も今回初めてインストイベントさせていただくんですけど、北は北海道、南は九州まで、うん、ということで日本全国だ。はい、もう美味しいものをどんどん食べていこうと思います、ね、その北海道でね、はい、なのであの皆さんぜひぜひあの近くの人とか今まで来れなかったって人もぜひ遊びに来てください。そしてレイにおすすめの美味しいものを教えてください。はい、それですね、あのそのミルキーレイを引き下げての透明版ツアーを開催します。まあ、初めて名古屋でライブをさせていただくんですけども、いつもライブではですね、レイはいろいろと大変身をしております。ぜひ皆さんその編集したレイも楽しみしていてください。詳しくはオフィシャルサイトまで。ボクサーのセコンドみたいですよ。いけいけ、頑張って頑張って、相手足に来てるからですということでございまして、はい、本日のゲストレイちゃんでした。どうもありがとうございました。以上、特別情報局からの報告でした。伺う特別情報局員からの報告、報告をしてくれるのはこの方、レイさんです。いらっしゃい。いつ見ても可愛いわね、あんたったら。じゃあ改めてご紹介を。はい、はい、皆さんこんばんは、レイです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんか、昨年番組的にはですね、昨年の6月に登場して以来の、はい、ほぼほぼ約1年ぶりの、ご登場だそうでございます。まあ、なんやかんやちょいちょい現場でお会いしたりなんかはしておりますけれども、はい、はい、いつお会いしてもね、ほんの可愛い。そうです ね、どうしたの、なんか殴りてるの。誰を殴りてるの。違う。ね、本日はですね、ニューアルバムの紹介をしてくれるそうでございますので、よろしくお願いします。お願いします、ではでは、まずはですね、レイちゃんのプロフィールというのを見てみたいと思いますよ、はい、こちらです、どうぞ。おお、これは普通な。これはこれは普通な。散歩とネイルってことですもんね。そうです。他にないですかね。そうそうそう。散歩好きなんですか。はい、最近お散歩にハマっていて。あらあらあら。そうなんです、お天気のいい日は公園とかに遊びに行って、うん、一人で歩いてます。あら、若いのに。え。いや、俺ずいぶん年寄りになってから散歩趣味になったから。ね、はい、なんか東京に出てきてから、うん、お散歩したいなって思うことが増えて。そうなんです。そうなんだ。歩きたくなりました。声かけられたりせえへん、レイちゃんじゃないですか。犬が寄ってくる。犬が寄ってくる。そうなんですよ。なんか、なんか、なんか特殊な匂いを発してんのかね。犬が寄ってくる匂いしてんのかね。特になんか大きい犬が寄ってくる。大きい犬が寄ってくるの。そうなんです。なんでだろうね。わかんないです。わかんないけど。だいたいレイちゃんどこ行った。 あそこに大型犬が通るから。レイちゃん。よく囲まれるんです。よく囲まれるの。そうなんです。え、割と怖くない。怖い。いや、あの私結構大きい犬好きなんで、うん、怖くはないんですけど、うん、最初はでもびっくりしましたね。そうだよね、だって大きい犬よりちっちゃいもんね。うわー、なんもない。大きい犬よりはちっちゃいもの。ちっちゃくない。大きい犬が、大きい犬がわーってなったらそれよりちっちゃいでしょ。うーん、同じくらい、同じくらい。クラスで背の順に並べって言われたら、ここに大型ワンとワンとレイと並ぶ感じ。あとジェルネイル。はい、ジェルネイルってのはどういうことですか。自分でネイルをやってるんです。すごい、はい、超かわいい。今も綺麗、ね、はい、頑張りました。
た。俺はね、当たり前ですけど、ネイルとか全然やらへんけど、メイさん、これやっぱご自分でやるっていうのはなかなか。いや、めちゃくちゃ上手ですよ。すごい綺麗。ありがとうございます。ね、しかも右も左もどっちも綺麗ですね。ね、あ、嬉しい。昔からよくやってらっしゃるんですか？はい、いや、実はそんなにやってなくて、うん、昔はたまにその学校とか行ってる間も休みの日とか、うん、夏休みになったらたまにくらいだったんですけど、うん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 、なんか、こうデビューして、はい、なんで笑ったんですか？友達おらへんって言ってたもんなと思って。地元でもあんま友達おらへんから一人で家によくいるって言ってらっしゃったなと。すっごい楽しくないとこだったよ。今さ、ほらみんな、あとか笑顔で処理したじゃないですか。なるほど、ケラケラになったじゃないですか、あなたの暗い過去は。そうです、そうです、うん、パステルの爪と引き換えに暗い過去が笑いになったじゃないですか。いいこと。いいこと、いいこと。ねえ、さあ、ということでございまして、レイさんのことをより知るためにですね、一問一答というのにチャレンジしていただきたいと思います。はい、気になる答えは後で振り返りますので、レイさん、ポンポンと答えてください。はい、では質問スタート。前回登場してからの1年の間で何か印象に残ってる出来事があったら教えてください。上京してきました。おー、うん、いらっしゃい。好きだった学校行事があったら教えてください。小学校の時の宿泊学習。集めてるものがあったら教えてください。ピアスとラインストーンです。へー、可愛らしい。こんな告白をされてみたいという理想の告白があったら教えてください。放課後に屋上に呼び出されたいです。笑うとこじゃないですよ。はいはいはい、弱点があったら教えてください。暑いのが苦手です。ああ、なるほど。口癖はありますか？口癖は、わからないです。リリース情報を教えてください。はい、セカンドアルバムミルキーレイを6月4日にリリースします。まあ、こちら一言で言うとどんなアルバムですか？はい、天の川みたいにキラキラしたアルバムです。あらあら、制作秘話をぜひ教えてください。レコーディングのたびにおにぎりの鮭ハラミの食べ比べをしてました。では最後に番組を見てくれている諜報局員の皆さんに一言お願いします。はい、かっこいいレイもクールなレイもいろいろ見れちゃう素敵な一枚が出来上がりました。皆さんチェックしてください。はい、以上です。さあ、この時点で、ね、上京されたということでございますけれども、はい、もう慣れましたか、ね、東京。まあでもちょいちょい出てきたもんね。そうですね、うん、慣れました。うん、あれ。パッパーン、さては。何があかんねんな。何が怖いの？電車が怖いです。でも電車分からへんよね。確かに分かんないです。私も分かんないですもん、今でも。最初はなんかすごい分からんかった気がする。分かんない。ね。よく迷子になるんです。あら、似合うわ。迷子似合うわ。ってなってるの似合う。ちょっとどこここ私原宿に行く次の乗り換えがみたいな。原宿に行く予定だったのにどこにいるんだろうここ戸越銀座。なんで何線乗ってんのどこ分からない。何線に乗って行こうとした原宿。なるほどね、まあ、ちょっと電車にはね。はい、でもややこしいですもん、ね、ややこしいですね。ややこしいですもん。しかもなんか出口が途中でなくなるのありません？そうなんですよ。そう、22番、22番、なーいみたいな。ヤンデルス通りに来ましたけどっていう。そうなんです。そうそうそう、ありますよ。六本木とか1番、2番出口がなくてさ。そう、わかります。3番出口からしか表記がなくて、どこ1番、2番出口ってある。うん、うん、そうやで。不親切だ。不親切です。東京不親切です。不親切。そして好きだった学校行事が宿泊学復習、はい、っていうのがあるのかな。はい、学校、小学校の時に1年生から6年生の人がみんな集まって、うん、その中でも学年バラバラでこう、うん、班を作るんですよ。で、その班のみんなで、うん、こうカレーを作ったりいいなしてゲームしたりとかして、うんうん、学校にあるログハウスとかそういうのに一泊して泊まる授業があった。学校にあるログハウスあるんですか？学校にログハウスありました？なかったです。俺もログハウスは学校になかったです。北海道だから。大らかな表現が。へえ、やりたい。めっちゃ楽しそうですね。そう、そんなのにやったら俺も北海道に住みたかった。みんなで夜キャンプファイヤーしてマイムマイム踊るっていう。いいなー。そう、あったんですよ。楽しそう。超楽しかったです。集めてるものがピアスとかラインストーンとか、まあ可愛らしい女の子だわね、はい、うん、そうですね、うんうんうん。
ねえ、どれぐらい持ってるんですか？うん、いっぱい雑なお答えいただきましたね。数えたことなかった、まあ、そうですよね、1個ずつで数えたら結構かなりの数になりますもんね、まあ、こんな告白をされてみたいという理想の告白があったら、はい、放課後 の屋上に呼び出されるっていうやつですけど、はい、じゃあそれもう今後叶わないやつじゃないですか。本当だ。今後どうしよう、なんか学校入る？脳内でなんとかします。今後なんか辻調理師専門学校なんか入ってそっか、専門学校いやでもなんでこれが憧れかっていうと、うん、あの屋上って入れないじゃないですか実際。だからそれはなんかこう叶わない夢だけど理想だなみたいな、うん、なんか特別なね、そうね、確かに感じでございますよね。弱点が暑いのが苦手、まあ、北海道出身でございますからね、はい、そして、リリース情報でございますが、はい、ミキュイレイがですね6月の4日に、リリースでございます、はい、一言で言うと、天の川みたいにキラキラしたアルバムだということですが、制作秘話がですねこれがよくわかるので、レコーディングの最中におにぎりの食べ比べ、おにぎりの食べ比べって、はい、何その民話みたいなやつあの村の多さと鬼とろあの最近おにぎり、あのコンビニに売ってるおにぎりで、はい、鮭ハラミっていうのが各コンビニにあるんですよ。まあ、ありますありますあります。で私鮭が好きで、はい、なんかお魚が好きで、はい、で鮭ハラミって最初見つけた時に食べてすごい美味しかったんですよ、うんうんうん、だからあ他のコンビニにもある、あいっぱいある、じゃあ食べ比べしようみたいななんかハッピーなレコーディングですね全部ハッピーな、すごいハッピーです。おうおうおう、はい、トップが自分の中でじゃああるわけだ。ありますね。ちょっと言えへんけども、ちょっと言えないですけど、はい、どこのあれっていうのがあるわけだ。ありますね。そうなんだね。確かにありそうですね、なんか味の違いというか、ね、結構違います。考えたことなかった。値段もいっぱいあるもんね最近のやつで、すげえ高いやつとかもありますもんね。そして、番組見ている聴聴の皆さんにはかっこいいクールな、はい、例も詰まっていますのでということでございますけれども、はい、こちらいろんな曲が入ってますが、あそうか、なぎやすのテーマソングも入ってるね。そうなんです、はい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 、はい、セカンドアルバムでございますけども、初回限定版にはいろんなまた特典もついてるんですか？はい、すごく映像がたっぷり入った DVD がついてくるんですけど、うん、あのミュージックビデオはもちろん、うん、メイキング映像も入ってて、うん、であのレイの解説音声付きのダンスコレクションも入っていたりとかあとあの私のファーストライブの映像が入ってきますライブ映像が初めて公開されます。はぁじゃあ曲とか聞きましょうかねわーやライブ映像が DVD でしっかり入ってるんでしょ。そうなんです。すごいことですよ、今わーわーのリアクションで今消えましたけども結構なことですよ。そうなんですよ、ね、はい、初めての例のライブ映像が入ってくるということ で、 そうなんですよ。振り付け前もありましたもんね、はい、そうです、はい、新曲の振り付けが入ってます。はい、はい、ライブ映像もたっぷり楽しめる、というこの、初回限定版でございますので、ね、では早速ですね、レイさん曲紹介をお願いしたいと思います。じゃあちらに、はい、先週発売になったトラブルダークネスのゲームの主題歌になっていますレイのセカンドアルバムミルキーレイよりヤマじゃない DID キャッチミあらレイにゃんたろニャーニャーに囲まれてるじゃないよ。はい、猫ニャンに。もう撮影が超ハッピーでした楽しそうです、ね、でも足引っ掛けられてたじゃないですか、うん、ちょっとオコなのってみんなこれだったもんオコなのって女の戦いなの負けられないの、負けられないのよ。そう、ということでですねレイさんにはですねまだまだお知らせしたいことがあるということで、うん、告知タイムかけてゲームにチャレンジしていきましょう。題しましてどっちのレイでしょう。はい、2択のアンケート出題いたします。ユーザーの皆さん自分が当てはまる方に投票してください。レイさんがどちらの選択肢の方がより多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たるごとに5秒の告知タイムゲットでございますよ、はい、さあそれでは早速出題でございます、はい、ババン、どっちのレイちゃんがよりグッとくる、うん、1番おいしいものを食べて満面の笑みのレイちゃん、じゃあこれ、うん、あちらのカメラに、はい、今自然にニャって言いました今ナチュラルにニャって言いましたね。さては、うん、これをこちらお願いします。はい、1番、はい、どうぞ。あらかわいらしい、ね、次2番ほっぺたを膨らましたレイちゃん今日は一緒に遊園地に行く約束だったでしょ
メイさん、メイさん、メイさん、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。ユーザーにアンケートをする。あ、そうでした、私じゃなかった、1番の、うん、おいしい、もしくは今日は一緒にイメージに約束だったでしょ、どちらの方が良かったか投票してください。どうぞ。さあねあ、どっちもいいですね。どっちもいいですね。これどっちもいいですね。でもなんかあのほっぺた膨らませレイちゃんはそれを見たいからわざとちょっとだけ意地悪をしてしまいそうな感じありますよね、男子の方もね。わかります、うん、プンってさしておいて嘘だよみたいなやつ、何線乗ってんのよ。どこわからない。何線に乗っていくとした話。わからない。なるほどね、まあ、ちょっと電車にはね、はい、まあ、でもややこしいですもん、ね、ややこしいね。ややこしいですもん。しかもなんか出口が途中でなくなるのありません？そうなんですよ。そう、22番、22番、なーいみたいな。矢印通りに来ましたけどっていう。そうなんです。そうそうそう、ありますよ。六本木とか1番、2番出口がなくてさ。そう、わかります。3番出口からしか表記がなくて、どこ1番、2番出口ってある。うん、そうやで。不親切だ。不親切です。東京不親切です。そして好きだった学校行事が宿泊学習、はい、そうなんです。っていうのがあるのかな。はい、学校、小学校の時に1年生から6年生の人がみんな集まって、その中でも学年バラバラでこう班を作るんです。で、その班のみんなで、こうカレーを作ったりしてゲームしたりとかして。あの学校にあるログハウスとかそういうのに一泊して泊まる授業があって。学校にあるログハウスあるんですか？学校にログハウスありました？なかったです。俺もログハウスは学校になかったです。北海道だから。大らかな表現が。へえ、やりたい。めっちゃ楽しそうですね。そんなあれやと俺も北海道に住みたかった。みんなで夜キャンプファイヤーしてマイムマイム踊るっていう。いいな。そう、あったんですよ。楽しそう。超楽しかったです。集めてるものがピアスとかラインストーンとか、まあ可愛らしい女の子だもんね。そうですね。ねえ、どれぐらい持ってるんですか？いっぱい。雑なお答えいただきましたね。数数えたことなかったよ。そうですよね、1個ずつで数えたらかなりの数になりますもんね。こんな告白をされてみたいという理想の告白があったら、はい、放課後の屋上に呼び出されるっていうやつですけど、はい、じゃあそれもう今後叶わないやつじゃないですか。本当だ。今後どうしよう、なんか学校入る？脳内で。なんとかします。今後なんか辻調理師専門学校なんか入って。そっか、専門学校。いや、でもなんでこれが憧れかっていうと、うん、あの屋上って入れないじゃないですか実際。だからそれは、うん、なんかこう叶わない夢だけど理想だなみたいな。なんか特別なね。そう、ね、確かに感じでございますよね。弱点が暑いのが苦手、まあ、北海道出身でございますからね、はい。そして、リリース情報でございますが、はい、ミクイレイがですね6月の4日に、リリースでございます、はい。一言で言うと、天の川みたいにキラキラした、はい、アルバムだということですが、制作秘話がですね、これがよくわかんない、レコーディングの最中におにぎりの食べ比べ、おにぎりの食べ比べって、はい、何その民話みたいなやつ。村の王さと鬼との最近おにぎり、コンビニに売ってるおにぎりで、はい、鮭ハラミっていうのが各コンビニにあるんですよ。まあ、ありますあります。で、私鮭が好きで、はい、なんかお魚が好きで、はい、で鮭ハラミって最初見つけた時に食べてすごい美味しかったんですよ、うんうんうん。だから、あ、他のコンビニにもある、あ、いっぱいある、じゃあ食べ比べしようみたいな。なんかハッピーなレコーディングですね。すごいハッピーな。すごいハッピーです。おうおうおう、はい、トップが自分の中でじゃ あるわけだ。ありますね。ちょっと言えへんけども。ちょっと言えないですけど。言えないけども、はい。どこのあれっていうのがあるわけだ。ありますね。そうなんだね。確かにありそうですね。なんか味の違いというか。ね、結構違います。考えたことなかった。値段もいっぱいあるもんね、最近のやつで。すげえ高いやつとかもありますもんね。そして、番組見てる聴聴の皆さんにはかっこいいクールな。はい、例も詰まっていますのでということでございますけれども、はい、こちらいろんな曲が入ってますね。あ、そうか、なぎやすのテーマソングも入ってるね。そうなんです、はい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 。はい、セカンドアルバムでございますけども、初回限定版にはいろんなまた特典もついてるんですか？はい、すごく映像がたっぷり入った DVD がついてくるんですけど、うん、ミュージックビデオはもちろん、うん、メイキング映像も入ってて、で、レイの解説音声付きのダンスコレクションも入っていたりとか、あと私のファーストライブの映像が入ってきます。ライブ映像が初めて公開されます。はぁ
曲とか聴きましょうかね。わーわーやってライブ映像が DVD でしっかり入ってるんでしょ。そうなんです、すごいことですよ、はい、今わーわーのリアクションで今消えましたけども結構なことですよ。そうですよ、ね、はい、初めてあの例のライブ映像が入ってくるということ で、 そうなんですよ。振り付け前もありましたもんね、はい、そうです、はい、新曲の振り付けが入ってます。はい、はい、ライブ映像もたっぷり楽しめる、というこの、初回限定版でございますので、ね、では早速ですね、レイさん曲紹介をお願いしたいと思います。じゃあ次第に、はい、先週発売になったトラブルダークネスのゲームの主題歌になっています。レイのセカンドアルバムミルキーレイよりヤワじゃない DID キャッチミッあらレイにゃんたろニャーニャーに囲まれてるじゃないよ。はい、ネコニャンに。もう撮影が超ハッピーでした。楽しそうです、ね、でも足引っ掛けられてたじゃないですか、うん、ちょっとオコなのってみんな考えたもん。女の戦いなの負けられないの。負けられないのよ。そう、ということでですね、レイさんにはですねまだまだお知らせしたいことがあるということで、告知タイムかけてゲームにチャレンジしていただきましょう。題しましてどっちのレイでしょう。はい、2択のアンケート出題いたします。ユーザーの皆さん自分が当てはまる方に投票してください。レイさんがどちらの選択肢の方がより多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たるごとに5秒の告知タイムゲットでございますよ、はい、さあそれでは早速出題でございます。はい、ババン、どっちのレイちゃんがよりグッとくる、うん、1番、美味しいものを食べて満面の笑みのレイちゃん。じゃあこれ、あちらのカメラに、はい、今自然にニャって言いました。まあナチュラルにニャって言いましたね。さては、うん、これ嬉しい。昔からよくやってらっしゃるんですか。はい、いや、実はそんなにやってなくて、うん、昔はたまにその学校とか行ってる間も休みの日とか、うん、夏休みになったらたまにくらいだったんですけど、なんかこうデビューして、はい、なんで笑ったんですか。友達おらへんって言ってたもんなと思って地元でもあんま友達おらへんから一人で家によくいるって言って出しちゃったなと思って。すっごい楽しくないとこだったよ今、ほら、みんな笑ったから笑顔で処理したじゃないですか。なるほど、ケラケラになったじゃないですか、あなたの暗い過去は。そうです、そうです、うん、暗くない。パステルの爪と引き換えに暗い過去は笑いになったじゃないですか。いいこといいことねえ、さあということでございまして、レイさんのことをより知るためにですね、一問一答というのにチャレンジしていただきたいと思います。はい、気になる答えは後で振り返りますので、レイさんポンポンと答えてください。はい、では質問スタート。前回登場してからの1年の間で何か印象に残ってる出来事があったら教えてください。上京してきました。おー、うん、いらっしゃい。好きだった学校行事があったら教えてください。小学校の時の宿泊学習。うん、集めてるものがあったら教えてください。ピアスとラインストーンです。へー、可愛らしい。こんな告白をされてみたいという理想の告白があったら教えてください。放課後に屋上に呼び出されたいです。笑うとこじゃないですよ。はいはいはい、弱点があったら教えてください。暑いのが苦手です。あー、なるほど。口癖はありますか。口癖はわからないです。リリース情報を教えてください。はい、セカンドアルバムミルキーレイを6月4日にリリースします。はい、こちら一言で言うとどんなアルバムですか。はい、天の川みたいにキラキラしたアルバムです。あらあら、制作秘話をぜひ教えてください。レコーディングのたびにおにぎりの鮭ハラミの食べ比べをしてました。では最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんに一言お願いします。はい、かっこいいレイもクールなレイもいろいろ見れちゃう素敵な一枚が出来上がりました。皆さんチェックしてください。あ、以上です。さあ、この時点では、ね、上京されたということでございますけれども、はい、もう慣れましたか、ね、東京。まあでも、ちょいちょい出てきたもんね。そうですね。うん、慣れました。うん、あれパッパーン、さては何があかんねんな。何が怖いの。電車が怖いです。でも電車分からへんよね。確かに分かんないです。私も分かんないですもん、今でも。うん、最初はなんか、すごい分からんかった気がする。うん、わかんないねえよく迷子になるんです。あら、似合うわ迷子似合うわ。あ、嬉しくない。ってなってるの似合う。ちょっとえー、って、どこここ
私原宿に行く次の乗り換えがみたいな原宿に行く予定だったのにどこにいるんだろうここ戸越銀座何線乗ってんのどこわからない何線に乗っていくことしたの原宿わからないなるほどね、まあ、ちょっと電車にはねはい、でもややこしいですもん、ね、ややこしいややこしいですもんしかもなんか出口が途中でなくなるのありません？そうなんですよ、そう22番、22番、なーいみたいな矢印通りに来ましたけどっていうそうなんですそうそうそうありますよ六本木とか1番、2番出口がなくてさそう、わかります3番出口からしか表記がなくてえ、どこ1番、2番出口ってなるうんそうやで不親切だ不親切です東京不親切です不親切、そして好きだった学行事が宿泊学復習、はい、そうっていうのがあるのかな、はい学校小学校の時に1年生から6年生の人がみんな集まって、うん、その中でも学年バラバラでこう、うん、班を作るんですよ、でその班のみんなで、うん、こうカレーを作ったりしていいゲームしたりとかして、うん、あの学校にあるログハウスとかそういうのに一泊して泊まる授業があって学校にあるログハウスあるんですか学校にログハウスありましたなかったです俺もログハウスは学校になかったです北海道だから大らかな表現がへえ、やりたいめっちゃ楽しそうですねそんなんあるんやと俺も北海道に住みたかったみんなで夜キャンプファイヤーしてマイムマイム踊るっていういいなそうあったんですよ楽しそう超楽しかったです、集めてるものがピアスとかラインストーンとかまあ可愛らしい女の子だわね、うん、そうですねねえどれぐらい持ってるんですかうん、いっぱい雑なお答えいただきましたね数数えたことなかったです1個ずつで数えたら結構かなりの数になりますもんね、こんな告白をされてみたいという理想の告白があったら、はい、放課後の屋上に呼び出されるっていうやつですけど、はい、じゃあそれもう今後叶わないやつじゃないですか本当だ今後どうしよう、なんか学校入る脳内でなんとかします今後なんか辻調理師専門学校なんか入ってそっか、専門学校これが憧れかっていうと、うん、あの屋上って入れないじゃないですか実際だからそれはなんかこう叶わない夢だけど理想だなみたいな、うん、なんか特別なねそうね確かに感じでございますよね弱点が暑いのが苦手、まあ、まあ北海道出身でございますからね、はいそして、リリース情報でございますが、はいミルキーレイがですね6月の4日に、リリースでございます、はい、一言で言うと、天の川みたいにキラキラした、はい、アルバムだということですが制作秘話がですねこれがよくわかんないレコーディングの最中におにぎりの食べ比べおにぎりの食べ比べって、はい何その民話みたいなやつあの村の多さと鬼とろあの最近おにぎりあのコンビニに売ってるおにぎりで、はい、鮭ハラミっていうのが各コンビニにあるんですよ、まあ、ありますお伺う特別情報局員からの報告報告をしてくれるのはこの方レイさんですいらっしゃいいつ見ても可愛いわね、あんたったら。じゃあ改めてご紹介を。はい、皆さんこんばんは、レイです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか、昨年の番組的にはですね、昨年の6月に登場して以来の、はいほぼほぼ約1年ぶりの、ご登場だそうでございます。まあなんやかんやちょいちょい現場でお会いしたりなんかはしておりますけれどもはい、はいいつお会いしてもねほんのかわいいそうです ね、 ねどうしたの殴りてる誰を殴りてるの違う、ね、本日はですねニューアルバムの紹介をしてくれるそうでございますので、よろしくお願いしますお願いします、ではではまずはですね、レイちゃんのプロフィールというのを見てみたいと思いますよ、はいこちらですどうぞおおこれは普通なこれは普通な散歩とネイルってことですもんねそうです他にないですかねそう散歩好きなんですかはい最近お散歩にハマっていてあらあらあらそうなんですお天気のいい日は、うん、公園とかに遊びに行って、うん、一人で歩いてますあら若いのにえいや俺ずいぶん年寄りになってから散歩趣味になったからはいなんか東京に出てきてから、うん、お散歩したいなって思うことが増えて、うんうんうん、そうなんですそうなんだ歩きたくなりました声かけられたりせえへんレイちゃんじゃないですか犬が寄ってくる犬が寄ってくるそうなんですよなんか特殊な匂いを発してんのかね犬が寄ってくる匂いしてんのかねすごいなんか大きい犬が寄ってくる大きい犬が寄ってくるのそうなんですなんでだろうねわかんないわかんないけど
だいたいレイちゃんどこ行った あ, あそこに大型機械通るからレイちゃんよく囲まれるんですよく囲まれるの割と怖くない怖いいやあの私結構大きい犬好きなんで、うん、怖くはないんですけど、うん、最初はでもびっくりしましたねそうだよねだって大きい犬よりちっちゃいもんねうわーなんことない大きい犬よりはちっちゃいものちっちゃくない大きいのが大きいのがわーってなったらそれよりちっちゃいでしょよ同じくらい同じくらいクラスで背の順に並べって言われたらここに大型ワンとワンとレイトが並ぶ感じあとジェルネイル、はい、ジェルネイルってどういうことジェルネイル、自分でネイルをやってるんですすごい、はい、超かわいいかわいい、綺麗、ね、はい、頑張りましたあ、ね、当たり前ですけどす、ね、ネイルとか全然やらないけどメイさんこれやっぱご自分でやるっていうのはなかなかいやめちゃくちゃ上手ですよ、はい、すごい綺麗ありがとうございます、ね、しかも右も左もどっちも綺麗ですねねえ、はあ、嬉しい昔からよくやってらっしゃるんですか、はい、いや実はそんなにやってなくて、うん、昔はたまにその学校とか行ってる間も休みの日とか、うん、夏休みになったらたまにくらいだったんですけど、うんうんうん、なんかこうデビューして、はい、なんで笑ったんですか友達おらへんって言ってたもんなと地元でもあんま友達おらへんから一人で家によくいるって言ってらっしゃったなと突っ込んでほしくないとこだったみんなとか笑顔で処理したじゃないですかなるほどケラケラになったじゃないですかあなたの暗い過去はそうですそうです、うん、パステルの爪と引き換えに暗い過去が笑いになったじゃないですかいいこといいことねえさあということでございましてレイさんのことをより知るためにですね一問一答というのにチャレンジしていただきたいと思います、はい、気になる答えは後で振り返りますのでレイさんポンポンと答えてください、はいでは質問スタート前回登場してからの1年の間で何か印象に残ってる出来事があったら教えてください上京してきましたおー、うん、いらっしゃい好きだった学校行事があったら教えてください小学校の時の宿泊学習うん、うん、集めてるものがあったら教えてくださいピアスとラインストーンですへー、可愛らしいこんな告白をされてみたいという理想の告白があったら教えてください放課後に屋上に呼び出されたいです笑うとこじゃないですよはいはいはい弱点があったら教えてください暑いのが苦手ですああなるほど口癖はありますか口癖は分からないですリリース情報を教えてくださいはいセカンドアルバムミルキーレイを6月4日にリリースしますまあこちら一言で言うとどんなアルバムですかはい天の川みたいにキラキラしたアルバムですあらあら制作秘話をぜひ教えてください、うんレコーディングのたびにおにぎりの鮭ハラミの食べ比べをしてましたでは最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんに一言お願いしますはい、かっこいいレイもクールなレイもいろいろ見れちゃう素敵な一枚が出来上がりました皆さんチェックしてくださいはい、以上でーすさあ、この時点で、ね、上京されたということでございますけれども、はい、もう慣れましたか、ね、東京まあでもちょいちょい出てきたもんね、うん、そうですね、うん、慣れましたうん、あれははーん、さては何があかんねんな何が怖いの電車が怖いですでも電車わかんへんよね確かにわかんないです私もわかんないですもん今でもうん最初はなんかすごいわからんかった気がするうんわかんないねえよく迷子になるんですあら似合うわ迷子似合うわってなってるの似合うちょっとどこここ私原宿に行く次の乗り換えがみたいな原宿に行く予定だったのにどこにいるんだろうここ戸越銀座さあ1番2番決めてしまいましょうじゃあみんなの意見を聞いたので2番ということでございます結果見てみましょうどうぞほら見てみーほら見てみーですさあということでございまして、はい10秒10秒ということでございますさあ僕がしっかり測りますのでですね10秒で告知をお願いします、はい、いきますよ、はい、よいスタート6月4日にレイのセカンドアルバムミルキーレイを発売します天の川みたいにキラキラかっこよかったり可愛かったりするレイが詰まった1枚です終了それはちょっと僕に権限ないんで部長に下から見上げるようにお願いしていいですか真崎
崎さん分かってますね。ちょっと独り占めしたいんで。任せます。独り占めしていいですか。とりあえず。そうですよ。カメラとか勝手に、はい、撮りたいんだったらハンディで移動してください。さあじゃあ、はい、お願いします。お願いしてみてください。もう少しお話しさせてください。まあ私的にはいいけど、今日はやっぱり局員の皆さんの意見も聞くべきなのかな。ちょっと私には今判断できづらかったわ。あなるほど。じゃあ局メイさん天才の顔じゃないですか。天才の顔じゃないですか。じゃあちょっと、会場の皆さん、そしてご覧の局員の皆さんにも上目遣いでもう少し告知させてほしいにゃんです。いきますよ。3、2、1、どうぞ。もう少し告知させてほしいにゃん。どうぞ。どうぞどうぞ。このいたずら子猫。恥ずかしいよ。大事な話あるじゃないですか。ありますよ、いっぱいあります。はい、お願いします、お願いします。はい、その6月4日にリリースされるレイのセカンドアルバムなんですけど、あの発売を記念したインストイベントもなんと全国17カ所を回らせていただきます。そうなんです、あの私の生まれた北海道も今回初めてインストイベントさせていただくんですけど、北は北海道、南は九州まで、うん、ということで全国だ。はい、もう美味しいものをどんどん食べていこうと思うので、はい、なのであの皆さんぜひぜひあの近くの人とか今まで来れなかったって人もぜひ遊びに来てください。そしてレイにおすすめの美味しいものを教えてください。はい、そうですね、そのミルキーレイを引っ提げての透明版ツアーを開催します。初めて名古屋でライブをさせていただくんですけども、いつもライブではですね、レイはいろいろと大変身をしております。ぜひ皆さんその編集したレイも楽しみにしていてください。詳しくはオフィシャルサイトまで。ボクサーのセコンドみたいですよ。行け行け、頑張って頑張って、相手足に来てるからですということでございまして、はい、本日のゲストレイちゃんでした。どうもありがとうございました。以上、特別情報局からの報告でした。お伺う特別情報局員からの報告、報告をしてくれるのはこの方、レイさんです。いらっしゃい。いつ見ても可愛いわね、あんたったら。じゃあ改めてご紹介を。はい、皆さんこんばんは、レイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、昨年番組的にはですね、昨年の6月に登場して以来の、はい、ほぼほぼ約1年ぶりの、ご登場だそうでございます。まあなんやかんやちょいちょい現場でお会いしたりなんかはしておりますけれども、はい、はい、いつお会いしてもね、ほんの可愛い。そうです ね、 ね、どうしたの、なんか殴りてる。誰を殴りてるの。違う。本日はですね、ニューアルバムの紹介をしてくれるそうでございますので、よろしくお願いします。お願いします。ではではまずはですね、レイちゃんのプロフィールというのを見てみたいと思いますよ。はい、こちらです、どうぞ。おお、これは普通な。これは普通な。すっきりしてますね。散歩とネイルってことですもんね。そうです。他にないですかね。そう散歩好きなんですか。はい、最近お散歩にハマっていて。あらあらあら。そうなんです。お天気のいい日は公園とかに遊びに行って、うん、一人で歩いてます。あら、若いのに。え？いや、俺ずいぶん年寄りになってから散歩趣味になったから。ね、はい、なんか東京に出てきてから、うん、お散歩したいなって思うことが増えて、そうなんです。そうなんだ。歩きたくなりました。声かけられたりせえへん？レイちゃんじゃないですか。犬が寄ってくる。犬が寄ってくる。そうなんですよ。なんか特殊な匂いを発してんのかね。犬が寄ってくる匂いしてんのかね。そこになんか大きい犬が寄ってくる。大きい犬が寄ってくるの。そうなんです。なんでだろうね。わかんないです。わかんないけど。だいたいレイちゃんどこ行った。あそこに大型犬が通るから。レイちゃん。よく囲まれるんです。よく囲まれるの。そうなんですよ。割と怖くない。いや、あの私結構大きい犬好きなんで、うん、怖くはないんですけど、最初はでもびっくりしましたね。そうだよね、だって大きい犬よりちっちゃいもんね。うわぁ、なんことない。ね、違う。大きい犬よりはちっちゃいもの。ちっちゃくない。大きい犬が、大きい犬がわーってなったらそれよりちっちゃいでしょよ。同じくらい、同じくらい。
クラスで背の順に並べって言われたらここに O が1と1とレイトが並ぶ感じや。あとジェルネイル、はい、ジェルネイルってのはどういうこと？ジェルネイル、自分でネイルをやってるんです。すごい、はい、超かわいい、かわいい、綺麗、ね、はい、頑張りました、ね、当たり前ですけどす、ね、ネイルとか全然やらへんけど、メイさんこれやっぱご自分でやるっていうのは、ね、いや、めちゃくちゃ上手ですよ、すごい綺麗、ありがとうございます、ね、しかも右も左もどっちも綺麗ですね、ね、こちらお願いします、はい、分かりました、はい、1番、はい、どうぞ。おいしい、あら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 、かわいらしい、ね、次2番、ほっぺたを膨らましたレイちゃん。今日は一緒に遊園地に行く約束だったでしょ。メイさん、メイさん、落ち着いて、落ち着いて、ユーザー、ユーザーにアンケートをそうでした、私じゃなかった、1番のうん、おいしい、もしくは今日は一緒にイメージに行く約束だったでしょ、どちらの方が良かったか投票してください、どうぞ。さあねあ、どっちもいいですね、どっちもいいですね、これどっちもいいですね、でもなんかあのほっぺた膨らませレイちゃんは、うん、それを見たいからわざとちょっとだけ意地悪をしてしまいそうな感じありますよね、うん、男子の方もね、わかります、うん、プンってさしておいて嘘だよみたいなやつ、なんだってあると思いますけど、わざとだと。さあこれ自分では選びづらいと思いますけどもね、レイちゃん、そうですね、自分のどっちの自分の方がよりあのユーザーの、はい、人気があるのかでございますけどもね、はい、投票終了、さあ決めてしまいましょう、わかりました、はい、じゃあ鷲崎さんの意見をこう参考にして、はい、2番、はい、2番ほっぺたを膨らましたレイちゃんということでございますが、結果見てみましょう、うん、どうぞ。おお、圧倒的でした、圧倒的でした、お前ら歪んでんなまだ5秒獲得でございますよ、うん、続きまして、はい、レイちゃんに告白されるなら、どっちがよりグッとくるでしょう。1番、手で頭の上に猫耳をしながら、こちらお願いします、はい、はい、いきます、はい、付き合ってほしいにゃ、バカですねこの子バカですね、急に急にね現れて付き合ってほしいにゃって言われた、まあレイちゃんだからね、レイちゃんだから全然可愛いですね、可愛いですけどもね、おっかないですよね、急にこれやるから確かに、ね、俺大体40やから、じゃあ適正で言うとまあ35、6の女の子が付き合ってほしいにゃって言ったらまあちょっと、まあ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 いいです、可愛いと思いますけど2番、はい、レイちゃんの出身地北海道弁で、北海道弁で、それはいい、北海道弁難しい、はい、難しい、意外と難しい、頑張ります、そうなんですよ、はい、よし、はい、頑張ります、はい、おめえのことなんまら好きなんだ付き合ってくれこれ今北海道民の人に怒られると思うこのジェネレーションの人で、しかもどっちかというとそこそこ都会の人はもうあんまりないですもんね、方言ってね、なまらがある、そうですね、うん、ほとんどないですね、そうか、さあどちらが良かったのか、皆さん、投票スタートどっちなの、これわかんないよ、これは一番じゃないですか、わかんないですけども、でも今方言萌えがあるじゃないですか、方言萌えありますよね、ちょっと男っぽかったですけどね、付き合って、付き合ってくれ付き合ってくれ、付き合ってケロケロ、でもなんか書とか使ってなんかあれできるじゃないですか、あ、本当だ、なんとかしよう、好きって言ったしょみたいな、あ、知ってるしょみたいな、知ってるしょ、しょ好きなんですよ、なんとかしょ、なんとかしょ、確かに使うかな、好きって言って言ったっしょ、わかんねえや難しいですね、でも大統領終了、はい、さあ、どっちか決めてしまいましょう、2番のあえての、はい、北海道弁の方でございますね、はい、じゃあ結果見てみましょう、どうぞ、あー残念、残念、みんなニャーがいいのか、みんなニャーがいいんですね、ニャーがいいんですね、さあ、あと1個ぐらいかな、あと1個ぐらいかな、はい、あ、レイちゃんにコラって言われるならどっちがいいでしょう、レイちゃんにコラって言われるならどっちがいいでしょう、年上っぽく、まずは年上っぽくですよ、はい、難しい、難しくない、難しくない、できる子、分かった、頑張るいきます、コラ、大人をからかわないの、あらあら高校生ぐらいになんて言われたんでしょうね、家庭教師、家庭教師なんでしょうね、高校生の家庭教師で、先生俺より全然低いじゃん、先生俺より年下、小学生みたいだな、なんつって、こら怒る
うん、大人をからかわないの。それは怒る。次、年下っぽく。年下っぽく。はい、こちらお願いします。こら、いつまでも子供扱いしないで。あれ、いいですね。盤石なやつじゃないですか。ちょっと。はい、投票スタート。いいですね、カメラさん、もうこんなアップですか。あ、こんな画角ここまで来てますか。そうですか、いいです。僕はもう声だけ入ってればいいですか。あ、いや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 、もう基本的にはもう声だけでいい。僕ほっぺ熱くなってきた。あ、本当にほっぺ、ほっぺ熱くなってきたんですね。ちょっと触って確認してあげてください。そんな私恐れ多いです。いや、どれぐらい熱かったのか、ちょっとメイさんお願いします。赤くなったのか確認してあげてください。あ、赤くなったのか。待って、何これ何これ。まあ、部長にサービスです、ね、ありがとうございます。さあ、ということでございまして、年上っぽい子ら、年下っぽい子ら、両方素敵だったんですが、どっちなのか投票終了。さあ、決めてしまいましょう。表情込みで日本とかかな。俺もやっぱり2番ね、だってあの画角に入ってないとこで手グーにしてるんですよ。なぜそういうこと言うんですか。いいところを表現してるじゃないですか。恥ずかしいじゃないですか。俺はレイちゃんの可愛さの伝道者だと思ってるんだから。いろんなところ。さあ、一番お任せとけ。